勝です。出場の選手をご紹介いたします。第3レーン勝海達也君、青木クラブラン。第4レーン馬場達也君、日立ソリューションズ。以上2人によりまして、男子 T34800m 競走決勝です。大山男子 T34800m 競走決勝がスタートいたしました。大会記録は2分10秒39です。その車椅子のレースが行われております。内側レーゾーンでは男子のやり投げが行われております。クラスが変わりまして F54 の選手の固定ライフセットが行われております。 F54 に出場しますのは小曽根亮君、関東パラ陸橋です。大会記録は14メートル16。出場の小曽根亮君、22メートル28の日本記録保持者です。大会記録の大幅な更新が期待されます。 F54 の男子やり投げ、まもなく競技が行われます。先頭まもなく400メートル。通過は66秒です。先頭は馬場君、日立ソリューションズ。続きまして初海君、青木アンドクラブラン。T34800m 競走、大会記録は2分10秒39です。先頭は馬場君、日立ソリューションズ。